書いたことが今まで読んできた一番大切なところです。それから今のねところは、もしそうでない生の命を固定して考えた、あるいは向こう側にあるもの、なんかこの生の命っていうのはなんか向こう側にあるんだと思ってそれを追求した、あるいはこの何にも働かないね、この七丁の五行目、国土行進これ無意なり、無償無差これ真実なり、保守上実行の官業これ無意なり、格のごとくを、格のごとく言うを大天道地の古今の習俗とせ、この、まあ普通そういうってですね、この測量行進っていうのは思うもんばかりをやめ、そして心を凝らす、それからそれだけだけが大切だ、それから無償無差何もしないことが真実だ、あるいは保守上実相の管理をすることが大切だって、こういうのはね大切だって言うんだけど、それじゃあみんな誤りだと。でそうでなくして八丁の裏の八丁の裏の六行目で、ね、知るべき目的を集め例を重ね本を思想を集めて動物祈祷する、すなわち意識を集めて動物を創造するなり、空腹を集めて多物するなり、心身を念じて動物するなり、応答を重ねて応答するなり、物物を現状を接して動物するなりもありますが、結局今言うその実際のその出会うところ、一切をね、今私が言った言葉で言えば一切を育てるっていう目的を集める、それから霊道を重ねる、本を執法を集めて動物に同等するんだってことです。動物同等っていうとなんかあれね、細胞をするかと思うけどそうでない、法を作るっていうこのまあこれ仏教のその場合で、ね、インドではストゥーパっていうけど、でそれがまあ外場でもない、あるいはそうっていうか、それはまあ自分が自分としてね言う塔を立てるってことはどういうことかというと自己完結するってことです。崩っていない、自分は自分としてもう自己完結する、そこに塔が立つ。で今だから一切働きの場ぐるみとして塔を立てる、そこで初めてあれなんですね、塔が立つ。この結局ね、まあ今までの話、そんなことが書いてあった。で今日はこの釈迦牟尼、今日のところは入るわけですが、釈迦牟尼仏の玉明星出現我と大地無常と同時と このお釈迦さんがね、ずっと断念してきて、この明け方の明星を見て、そしてこの我さんがね、その時はお誕生日を開いたんですけど、我と大地無常と同時上で、しかあれば発心修行五大涅槃は同時の発心修行五大涅槃になるべし。それはそうだね、この事実行ずるっていうのね、この行ずるっていう時はね、今言う生の実物だけなんです。生の実物、だから二つにするとされると、あるいは見ると見られると、考えると考えられると、ね、
働きの番組としてですね、それが欲しいんだ。で、国運を納得して、贈答を動物捨てし、敬水を祈祷をして動物贈答を捨てし、何物を取り上げても、その自己完結という、それが今、動物贈答ですよ。動物贈答って言って、だから、彫刻するんでもない、あるいは土木建築するんでもない、自己がそこでもって完結するってことです。で、これ、ほつあのふたら三択三歩台。ほつあのふたら三択三歩台っていうのはね、無常、小道小学士っていうね、これ、またあるいは、つまり本当に行き着くところに行き着いた生き方ってこと、あるいはね、もっとそのあれしたら最も垢抜けした生き方ってことだね。変でされきった生き方、その点ね、例えばまあ一生金儲けに精査してきた人ね。で、ところがあれ、金儲けの前がちっちゃった、金儲けはうまくても金の使い方はみんな知らねえんだね。金の使い方はわかんないもんだ。しょうがないもん。技術の道具だよ。それで、技術家、俺の名前も書いて、そして、金も、俺の一生はこれだけ残したくなる、そこにいるんだけど。バカなもんね、人の作った作品なんていうのない、一箇所集めてみたってね、これどうせね、いつか参じる。そんなバカなことは私には考えられない。それよりは、自分が自分を、あれですね、想像するじゃなくて、たとえ美術一つでも、その人の美術を集めるんじゃなくて、俺が美術を想像するわけ。このくらいならね、気持ちは持っててほしいのね。で、人の、過去の人の、あれをたくさん一箇所へ集めたって、そんな生き方っていうのは野暮ったいっていうのはよくわかるでしょ。そうでない、それに対して、私は私のね、一生の生き方をね、美術品だと思ってるもん。私は少なくとも、初めからね、自分の若い時に、俺は自分の新しいカンバス、真っさらのカンバスを目の前に置いて、このカンバスにただ色を塗りゃいいと思って、俺なりの、テーマを持って、一つの、芸術を作らなくちゃならない。それが私の中学時代からも欲しいんだ。それで、まあ、それが、まあこれ若い頃とそんなことを言うとね、みんなそれだね、あんたまだ若いからそれでそんなことは言ってないけど、どうせ世の中と妥協しなくちゃ生きちゃいかれないんですよって言われると、あいつが悔しかったもん。だけど今となってみると、そうするともう全て過去形だった。私の場合だからいよいよ調子に乗って、俺は美術品こいつ愉快じゃない。それでね、そういう、これで、これだってちっとも金かかってない。私の。俺美術品作るって言ったって、一つも金かけないで。それが請願ってこと。請願っていうのは金かかったんじゃちょっと皆さんにお勧めできない。だけど、ちっとも一文も金かかんないんだから、誰も彼もその請願に生きるってね、生きした請願に生きよう。それで、その自分が自分の美術品を作るんだ。人の美術品集めて美術館作るんだ。そんな野暮ったい生き方しろ。そうでない、私が私ぶりの、その最高の美術を作ろうんだ。それがね、今言う。最も垢抜けした生き方。
でその時に一骨菩提心を百千万発するのに、これは私、まあ正法眼蔵の中でもいくつかこの私の最も素晴らしいと思う言葉、あるいは私がいつでもそれを引用する言葉っていうのはいくつかあるけれど、その中の一つです。例えば仏道を習うというのは自己を習うなりとかね、あるいは仏道は舌の剣をやめてなくするなりとかって言って、まあ言いますけど、もうこれも一骨菩提心を百千万発するなりとか、このこれで最もね、諸法眼蔵の中でも素晴らしい言葉だと私は思う。それでところがね、この その私の素晴らしいと思うことはみんなが大概その深さが分かるね。それで結局一骨菩提心は百千万発するなり、自称もまた格の私っていう言葉はね、これまだ悟り開いていないやつ、その星に首相をですね、修行をね、緩くすべからざることを教える巻なんだけど、そのぐらいね、そういう言葉を事実私聞いてる、そういうことを言ってる人はね、ところがこれはそうでないんだ、そんなのを、ね、感じるの、甚だしい、あれですね、大体曹洞宗のこの道元禅師の教えられるその臨あの士官たちがね、臨済禅に比べると流行らないっていうのは、この言葉の深さはみんな知らないから、その臨済禅の方をね、じゃあこれ私あれですね、まあ沢木老師のもとにずっと行ったんだけど、沢木老師の、ところに座禅にやってきた人っていうのは見てもですね、沢木老師はまあ座禅しても何にもならんってそういう初めから言ってるわけです。ところがその沢木老師っていうその、人間の人柄ですね、ごっそうだ、ごっそうがまた非常に魅力的な人です。でだから沢木老師が話す人するとみんな吸い付けられるようにその吸い付けてですね、そして座禅するわけです。で沢木老師は口じゃ何もならないけど、とにかく座禅してたら何したら何とかなった、まあそれがあるなんだ。ところが何年でも事実やってみて言うと本当に何もない腹ごたえがない、叱んだ叱んだの腹ごたえっていうのはね、まあいかにも食ったっていうような気分さ、それでもってなんかこう胸に胃袋にドスッとくるのが腹ごたえでしょ。それがないほいでいくら何にしてもちっとも腹ごたえ、そうするとやっぱりその検証前とかね、公安前とか行って、一発ドカンと悟ってこなくちゃダメなんだなって、そういうつもりになって、そして沢木老師とか出ていっちゃう。そんなのが多すぎたもん。で、それっていうのはね、結局それはそうです。何もその、いくらやっても何も腹ごたえがないと、何年か実やってね、修行者としてやってきたらこれでいいんだろうかと私自身も考えた。これ本当にいいな、これでいいんだろうかってみんな思うのね。これはどうしてもね、ところがね、それでやっぱり勝つのかと悟った挙句です。ところがこれね、そのみんな疲れが出てくるから、いくらやっても何にもなんないっていうと、その疲れが出てくる。この疲れが出てくるっていうのは何かっていうとね、その一発菩提心を百千万発するなりっていう言葉をですね、頭で受け取る。力を見て頭で受け取るからね、そうすると頭が疲れちゃう。そりゃそうでしょ。これまあ私も70過ぎまでね、生きてる。
この間のその、ほやって生まれた時から、これ今の息は今息しつつ、これ百千万発息しながら生きなくちゃなんないんだってね、まあ赤ちゃんの時私が考えたら、もう疲れが出てきた、ああもうそんなんなら、やあのもう死にたいと思う、違いない。これは本当にね、頭で考えたら、毎日休みなしに息しながら生きるというのは大変だもん。それね、しかしながら、そうじゃない、今の息は今息しつつ生きるというのは、これは当たり前なの、命として、生の命として。だから今、この一発の菩提心を百千万発するなんていうのは、生の命の話ですよ。生の命の話だから、これ生の命としては、当然やらなきゃ、当然自然にやれない。それをね、その公安とか、検証して、俺悟った。これはね、腹ごたえがあったね。腹ごたえがあるけど、どそんこういう一発ね、胃袋に残っちゃうんだ。俺はね、消化不良。これはまあ食い過ぎてみればよく分かる。その食い過ぎて、なんとなしにこう胸に一物あるじゃん。そしてなんとなしにこう、なんともないっていうね、胃袋を忘れてなんともないっていう良さがよく分かる。この今ね、この老い命の話としては、このなんともないっていうのが一番いいんだ。今の息を今息しつつ、今の悟りは今悟りつつ、そういう、だから今あったように、何者かこれ、今も、現状と、あれ、すべて書いてあったでしょ、俺、もう、見直し、見直し、出直しの出直し、まっさらに、いつでも、今の命は今生きる、それが大切。これはね、だから、自動車運転の技術そうだ。酔っ払い運転や居眠り運転が危ないよね。そうでない、さっとて考え事運転とか緊張運転とか危ない。そうでない、これは、サメサメっていうね、そこがなくちゃ。それと同時に、頭手放し手放し。それでこれ、ぼーっとして、ともするとぼーっとする。ラベルの場合でもそう。ともするとぼーっとして眠くなる。それを冷め冷めっていうところがある。ところがまた、冷めたと思うと今度考え事ばっかり起こって、これを手放し手放し。これを百千万発する。で、もう自動車運転でも同じなんだ。これ、人生運転もそう。今我々が人生運転していくんでも、いつでもまっさらな事態を見直し見直し、頭手放し手放しとね、で結局だからそれ今言うように、私の小学校の友達なんかでもこの間もやってきて、初めから帰ってから考えてみたら、彼初めからしまいまで不景気な話してた。しっかりした男なんだったけど、体が悪いし、それから悪くなったし、それから、やる仕事もないし、もらえてね、なんだけど、一生何かね、一物当てを持って、それを追いかけて、それとの兼ね合いで働いてきた人っていうのね、あるいは他との競り合いで、それからあるいは親さっき言った親の対象俺一人っていうのそれでやってきた人、これはね、それこそ明日のない老年期になったこれは明日がないんだから、もうそういう当てがない、当てを思い描くべき明日がないんだ。どうせそれも年取ってもね、60代はまだいいのね。私つくづくと思う。60代はまだいい。
んか、なんかの味を描こうと思っても、それが描く場所がないんだからね。それで寂しくなる。だから、まあ、七十超えてから寂しいっていう人の気持ちはよく、七十過ぎてみてよくわかる。それで、それだけどね、そんな、当てが描けなくて、寂しいっていう思いしてると今度ボケる。で、だから、ちゃんと住所は決まってる。まあ、つくづく思うんだけど、年取ってからね、海外旅行へ行くっていうのは意味ないね。若い人が海外旅行へ行ってもらいたい。あれ、つくづく思うけど、東條さんなんかね、あれ、若い時にとにかくアメリカぐらいは行っといてもらった方がよかったね。そしたらあんなバカな、戦争は始めなかったんじゃないかと思った。当然負けるわけだから。それ全く、海外を知らないで、それで、小山の大将、俺一人だけで、俺一人だけが偉くなったって言ったからね、それでボケちゃう。で、やっぱり、あれだけど、年取ってから海外旅行行って、そして、じゃあ、それは私が感じたのはね、あれだ。高津ね、昭和24年から京都の町が高津してるんだけど、その頃から24年、30年十分にはもうあなたなりたくさんアメリカ人あたりやってたかな。あの頃はドル高でも、それで円安だからね、ちょっとあれすらすぐ来られた。それで河原町のとこなんかもうみんなこう年取ったおばあちゃんでもうお化粧しちゃってね、そして買い物して歩いてるの見てた。だけど私そういうの見てて、こんな年の取り方をするやつは哀れだなと思ったね。だってそれから先があるから、60代の時にはまだこれお化粧してね、若い気になってやれるんです。ところが70過ぎてまあ来ると、でまあこれはまあ個人差もあるだろうけど、私の場合は70過ぎたらまあそう感じたけど、70過ぎてもまだ元気な人もいるけれど、80過ぎたらもう間違いないね。もうそれから先だ。それでもうどうにもなんない、もう見送りました。そしたらあとは寂しいだけが残る。これもう人間っていうのは、神様っていうのは、まあ、人間に先を見させないようにして作っておいたもんだから、60代の時には70代のことがある、70代の時には80代のことがある、こうあれしてるからね。それでみんな安心しきって生きてる。もうちょっとね、もう先を見通す目を持たなくちゃダメだ。先を見通す目を持ってこのような生き方してたら先はどうなるかっていうのね、それはよくあれし、それが今いうね、生の命を、証拠言動って、まあ、それを教えられてるの、繰り返し繰り返しね。で結局ね、座禅という一人遊びができないわけじゃダメだ。座禅して結局、座禅っていうのは一人遊びですからね。この一人遊びの基本線だ。人生の基本だ。はい、で、この基本を基本として生きてくれって。は何？誰も相手になってくれない。あるいは人を何もすることがないって言ったってね。何？常に一人いるき、常に一人もの。他者を何と遊ぶ出会いの。調べふり心機をして、負をまずから高しというのは、衝動感にありますよね。結局、みんな常に行き、常に一人こすな。本当にこう、発祥を同じくあそこ、涅槃の道でね、生をも滅をも滅し終わった涅槃のところに遊んでるところがなくちゃ。そうするとね、調べふり心機をして、負をまずから高し、まあ、格調の高い生き方だ。拡張の
唱歌は一生ないと飲む。服は仏法を聞くにあらず、仏法を知れるにあらず、仏法に愛にあらず。いや、この、まあ、普通はね、そんなもんだと。例えば、これは靴屋になろうって、なろうと思うのが、まず、欲しいの一歩だね。そして、今度は、靴屋の、靴作る、その修行期間がある。そして、今度は独立したというね、いう、そのくらいになれっていうのも、もうそのくらいに考えてるんだね。これは技術の話だ。そうじゃないね。なれっていうのはね、そういう、本当の生の命の生き方なんて話ですよ。だから生の命の生き方、この、歳ぐるみ、働きの場ぐるみですね。これをだから、これに続けてもう一つ書いておくとすれば、今のところは、今の命は、今の息は、今息しつつ、今の息は今息しつつ、ね、それと同じように今の命は今の命を生きる。こういうことですね。それで決して今言うような、この、まあ、これ、まあ、ラデンの場合でもそうなのね。ラデンって言うと、普通は、まあ、私が図解しているけど、ラデンっていうのは、このところにずっと、ネットベッドの線があって、そして今、ラデンにしてるっていうことは、この、ネットベッドの線になりきることって、こう、まあ、普通は思うのね。そうでないんだ。ラデンしてたって、ともすると、ふるっとこう、なんか、思いが浮かぶじゃん。それをね、今、あ、ラデンは考え事じゃないんだって言って、ここへこう、帰る。それで、今度は、そうすると今度は眠くなっちゃう。そうすると、そうでないんだって、今に眠りする時間じゃないんだって、ラデンしてんだって、これ、はめる。これをもう繰り返し繰り返しやってるの。百千万発するんですよ。座禅ってものはそういうもんだ。それを座禅して、そして一発ドカンと、それはパチンコの話だ。パチンコと座禅とは違うんですよ。同じ壁に立ってで、戦国の発信は定めて発信ない。の発なり。これ、千の発も発信するって言うんだから、もう惰性で生きゃいいって言うと、それじゃあ発信だな。この惰性の話じゃないですよ。今の人たちはみんな惰性で生きてると思うんだ。その、いや、例えば、あれですね、この雑誌、新聞見てて、服部の社長が書いてた、言ってたね。今、時計一つっていう時代じゃないんだって。その時計いくつでもあって持たなくちゃいけない時代なんだって書いてあったから、時計屋さんがこういうことを言う。またそれに乗せられて、時計もいくつもなくちゃってんで、時計がたくさん書かれているわけだね。そういうバカなね、その人の言葉に誘われて乗っちゃダメだ。私なんか必要なものじゃないのは一つもあれしないんだね。それ、今は何でもかんでも、物が豊かで、それがなくちゃ人間でないみたいに言うけど、何もなくたって。例えばね、テレビだって見なきゃダメだるみたいに言うけど、テレビ見なくてもちゃんと私生きてきてる。それで、その辺ね、自分は自分の生の命を生きるということ。人の言葉に引きずられないことが大切です。しかるに発信は一発にして、さらに発信せずし、あ、これは言ったんだな。天禄の、天禄を打つの発信は定めて一発信の発なり。天禄人の発信は一発信の発なり。いやこれ、千の国だからって言って、ひとまとめにしてってわけにいかないんです。これ誰も彼も、それ、自分自身が生きなきゃ。
人が生きているのこそ天の国も生きる。で、一歩心は天の国の発心なり、一歩心の中にね、天の国がその私としては全てだ。だから天の国が込められてる。受賞鉄砲もまた格納もね、この修行も昇華も、あるいは展望にする。いや、今ここで、まあ、私が喋ってるっていうのもね、何十年も同じようなことを喋ってるようだけれど、もうしかしながら今ここはね、全く新しい生々しい命を生きて、それで今生々しい話をしてる。草木等にあらずばいかでか新人あらず。じゃあ草木っていうね、今出会うところに働けばこそ、こっしんちょもある。自身もある。この信心もある。この信心はしかしながら、草木ぐるみとしてあるんだね。信心にあらずばいかでか草木あらん。いや、これだからこれはまあ、いつも言うけど、一心一再法、一再法、一心なんです。で、私自身というのは、自身が生命体験するところに、生の命を生きるところに一切もあるんだし、一切が生の命を生きるところに自身も生きるんだし、で草木にあらずば草木あらざるが上に格のものだし、生の命としての草木がなきゃね、本当は生の草木っていうのはないんですよ。で、座禅弁道、これ、発菩提心だ。今言うように、座禅というの弁道ね、これ、今、発心、発心の連続でやってんだから。で、発心は一位にあらず、同一とか異とかっていうね、二つに分かれた以後の話でない。ただの兼ね合いでない。どこまでも、生の命が冷め冷めるってこと。だから座禅は一位にあらず、最層にあらず、処分にあらず、ずず皆格のごとく三級すべし。処分にあらずってのは他を処理処分するってことじゃない。あるいは他に、人に、人の指図でやってることでもない。自分が自分の命を生きること。でずず皆格のごとく三級すべし。みんなそれぞれが、おい命を生きてるんだということを探求するんですね。で、草木執法を集めて同等動物する資料、それ部位にして浄土を捨てからずば、三十七本五大仏法も部位になるとし。いや、そういうね、実際、まあ、平安朝時代の坊さんなんかあれだったらしいね、いわば、官業ってね、お堂にこもって、そして、なんとか大師っていう伝説もあったね、その時大師が、水槽館、一切は水だっていう、水槽館をやってたら、その塔を開けたら、水がバーッとね、晴れたっていう話が、なんかの伝記で、私、いろんなことあるけど、まあ、そんなことぐらい、平安朝ぐらいの、坊さんたちやって、要するに、お堂に入って、出してるっていう、それだけ、あれしてたんですね。それだったら、本当は、生きていない。生の命で。今、チベットの坊さん、チベットの山奥に、少女仏教の坊さんっていうのは、あれ、読んだことあるけど、一日中何もしないで、こう、ずっといるらしいんだね。お経ぐらい読んでね。そんなことが本当だと思ったら、それは生きてる姿だね。同等の執法、草木執法を集めて同等動物する。これ実際に働くっていうこと。それはみんなね、ウイだって、ウイっていうのはなすあるって言うんで、作り事って言うんですね。人間的動作の仕事で。それで、本当の生き方、生き方とも行き着いた。生き方にはなんないんだと。そういうふうに言うならば、三十七本五大文法も無になるとし。
37本五代文法というのは四年女子小文四女則法理寺五本五理寺四各種八小道って、まあ、インド人はそういうのを数えるのは好きだからね。あれだけど、まあ、五代を成就するいわゆるあの用法を37に分けた。そういうもんもみんな浮いた。三外人前の真理、信心を念じて修行せん、共に福になるべし。あのどうせそんなこと言ったら我々こういうその実際のねこの、肉体を持って、そしてこういう心理的心を持ってやる仕事なんだから、みんな浮いたしてやるいですよ。でそうでない、そんなこと言ってたら本当の境地あるべ、それから生き生きした本当の行き着くとこ行き着いたっていうことはなくなっちゃう。そうでそうでない、本当のね行き着くところに行き着いた生き方っていうのは本当に今ここで生き生き生きることだから、そうするとこの働きを持って、そして働きの番組で生きなくちゃ。草木が楽と次第ご恩と同じく、これ由意しなさい。自然界のもんも私の真理も、すべてね、生の命を生きてた。それで、それが由意しなさい。同じくこれ実相なり。この実相ってのは、お命の姿。人法界心力師匠。同じく法従法位なり。同じくね、すべて。生の命の様々のあり方、真の仏性の中にいかでかそう思うとはなく、本当に生の命地盤としてはね、そのいわゆるの 植物学的に見られたこの植物、向こう側の植物というのはないです。植物学的に見られたって、ね、いうの、例えば、松っていうのは、松っていうのね、ものはない、この世にはないんだ。あれも松、これも松、あれもこれって言って、そういうのひっくるめた、宙に浮いた概念っていう、本当に生の命としての松がこれってね、意外に、そういう例えようはないんだ。それをね、松っていうものがあると思ってる、お家に。真如仏性の中にいかでか草木とはな、草木とはいかでか真如仏性ならな、あの本当にその本当の生の命以外にないんです。諸法は無意にあらず、無意にあらず実相なり。この、諸法っていうのはね、出会うところは命なんでね、全て生の命。その時には無意も無意もそんなね、二つに分かれる以前だから。だから、無意もなし、無意もなし。実相だ。で実相は、世で実相だ。実相って言うと、またコロッとあるものだと思って、落ち合いで、その、無相のところ、実相とは無相なんですね。今後反逆教になる。この実相っていうのはね、無相です。無相だけれど、しかし、あの雲、この雲ってね、さっきも言ったように浮かんでる雲がある。世では日本の真理になり、この真理をもてほしいですね。世でっていうのはね、今ここに生きているこの生の真理で、この真理をもてほしいですね。だからこの真理をもってやらなくちゃ。水を踏み、石を踏むことを拾うことなかった。これはまあ、六祖大師がね、あの、五祖大師のもとへ行ったときに、まあ、あの、あれですね、薄で米ついた。それは石、水を踏み、石を踏むことを拾うことはなかった。だから、労を糸ってちゃダメだっていう。私もこれ、坊主になったときね、私はね、坊主になるまでにはね、
パンケーキ一つも洗ったことなかった。だからね、グスになったら変えてなかったんだね。私が死ぬ思いって言ったけれど、あの自分で好きで飲み込んだんだから、そんなに何て言うか哀れなことはなかったけど、とにかく辛いことは辛かった。しかしながらこれ辛いっていうくらいなら、これ金集め人やせ、それがこの俺は誰の前に、誰が金の前に頭下げるかっていうつもりで坊主になってたからね。みんなその自分の労を厭うようじゃ金の前に頭下げたことになるって自分に言い聞かせてね。それでまあ、あの何とかごまかしでやってきたわけだね。でそれはね、実際に働けばこそ私の修行。それは実際に働かないで、あれってもう金さえ集めれって、それはマネービルって言ってやれるんだね。だけどマネービルでいくら金持ったからって言ったって人生は寂しい。で結局は金でやったことは金がやったことで、自分が生きたことにはならない。それでただ一競争を念じて協力本人を動作し、一味人を念じて古物工業を建築建立する。これ前今あのいつも言うように、決してね、あのあれですよ、彫刻やあのその土木建築の話じゃないですよ。その出会うところの、まあそれぐるみ、出会うところぐるみでもって今事故が事故として完結する、それのところに仏を生み出し、そして塔を建てる。これ仏菩提心になるべし。それが本当の仏菩提心。生のだから結局生の命を生きてるから、これみんな誰も彼も今日も初めから言ってる、誰もでも彼でも生の命を生きてる。この生の命を生きてるから生の命を生きるんだって、それが欲しい。そうだよ。